はい、今回は6月の5日、大山コースということでお話をしていきたいと思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でまだチャンネル登録していない方がいらっしゃれば、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。ということで本編に戻りましょう。6月の5日、大山考察ということで、いよいよ大山選手がですね、昨日スタメン外れてしまいまして、今年大不振というような形になっておりますけれども、この大山選手がですね、去年と何が違うのか、どうして成績が低下してしまっているのかというところを、データからですね、ちょっと紐解いていきたいなというような、動画となっております、ぜひぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、まずはですね、基本的な成績から見ていきたいんですけれども、昨日時点でですね、53試合消化しておりまして、際立つ成績がですね、打率2割8分8厘から1割9分9厘に低下で、フォアボールに関しては 15.8% から 9.7% に低下、よってですね、当然出塁率っていうところですね、4割0分3厘去年過去最高となりましたけれども、2割8分8厘に、非常に大きく低下してしまっているということで、長打率等々もですね、軒並み低下しているような状況の中で、ただ大山選手の意地というか、集中力というか、そういうところが見て取れるのは唯一挙げられるのであれば得点圏打率ということで、得点圏打率、去年もですね、平均打率よりもやや上のですね、2割9分4厘だったんですけれども、今年はですね、2割6分4厘ということで落ちてはしまっているものの、ランナーがいる時といない時でですね、明らかに打率が上昇しているということで、打点もそんなに多くはないですけれど19打点ということで、苦しいなりにも大山選手がですね、ランナーいる時に4番としての責任を果たしているっていうことは言えるかなというふうには思いますけれども、全体で見たときには非常に厳しい数字となっているということが、ここからですね、如実にわかるかなというふうにも思います。で、ここからはですね、さらにちょっとこう突っ込んだ成績見ていきたいんですけれども、まずは長打率ですね。先ほどお話したように、長打も、明らかに減っているっていうところで、長打率見ていきますと、去年はですね、4割5分6人だったものが、長打率2割7分7厘ということで、ちょっと大山選手のこれまでから考えるとですね、信じられないような成績となっているんですけれども、2割7分7厘ですね、長打がほぼほぼ出ていないと。で、ヒットがですね、今、今シーズン38本出ているんですけれども、ホームランはわずか3本で、二塁打はわずか5本と。いうことで、本当に、この部分っていうのも大山選手非常に心配なところで、なかなか打球に角度がついてこなかったりとか、長打になりづらい、現状があるということで、大山選手どうしてこうなってしまったのかなっていう、フォームであったりとか、その辺っていうのももちろんあるのかなというふうに思うんですけれども、ちょっと今回はですね、そういうところは抜きにして、成績ですね、これまで53試合戦ってきた成績を、見比べていくっていうような感じになっております。あとは、大山選手が打った打球の角度をですね、ゴロなのかライナーなのかフライなのかっていうところでもいろいろ調べてみたんですけれども、ゴロ比率とですね、フライ比率が上昇していて、ライナー比率が下がっている。で、大山選手のいい時って、強い当たりで、ライナー性の打球でですね、内野を抜いて、二塁だとか、去年なんかもそんなにホームランが多かったかと言われればそういうわけではないんですけれども、そういう形でライナー性の打球ですね、柵越えはしないですけれど、いい当たりみたいなところが非常に多かったんですけれども、このライナー性の当たりっていうのがですね、大幅に下がっていて、ゴロであったりとかフライだったりっていうところがですね、大幅に上がってきているっていうところも、今年の大山選手の特徴なのかなというふうに思います。で、具体的に言っていきますと、ゴロ比率はですね、去年は 35.9% だったものが 39.2% で、フライ比率に関しては 51.1% だったものが 55.6% まで上昇していると。で、10% ぐらい2つで、上がっているので、ライナーは当然 10% ぐらい下がっているっていうような形になります。であとは打球方向ですね。打球の方向に関しても、逆方向の打球が増えているっていうのは、これ大山選手今年の特徴なんですよね。で、逆方向の比率っていうのはですね、去年は 17.5% しかなかったんですけれども、
で今年 23.8% ということで、まあ、大幅に上がっていまして、この 23.8 っていうのがですね、まあ、大山選手の、まあ、一軍でのプロキャリアというところを見ても、過去最高になっているっていうことで、やっぱり逆方向に行く原因っていうことを考えると、ストレートに差し込まれているのかなというところで、まあ、ストレートを強く引っ張り切れていないっていうのが、今年の大山選手の特徴になっています。であとは打球の強さですね。まあ強い当たりなのか弱い当たりなのか、ボテボテなのか、ポップフライなのかとか、まあ、こういうところもですね見ていきますと、まあ、強いと示されるような値もですね、これ実は過去最低となっておりまして 29.4% というふうになっているんですよね。でこの 29.4%、まあ、去年と比べてみると去年はですね 39.4% ということで、大山選手のですねプロキャリアの中でも、過去最高の成績になっていたんです。で、まあ、22年もですね 38.4% ということで、まあ、比較的高い数字で推移していたんですけれども、これがですね、まあ、29歳今年になってですね、まあ、29.4% ということで、まあ、過去最低の成績になっているということで、まあ、軒並みですね、まあ、気になるところっていうのが、まあ、打球の角度であったりとか、角度もつかなくなってきている。打球の方向もですね、逆方向が増えてきている。で打球の強さも、弱い、打球っていうのが、過去最高に増えているということで、まあ、ちょっと全体的にですね、差し込まれたりとか、力負けしてるかなというようなところで、まあ、大山選手はやっぱり4番で長距離打者というところがあるので、まあ、このストレートが打てなくなっているっていうのは非常にまずい傾向なのかなというふうに思います。で、その球種っていうところもですね、見ていきますと、去年なんかはですね、逆にストレートであったりとか、スライダー、フォーク、まあ、特にストレート、スライダーですね、このあたりを大山選手は非常に打っていまして、このあたりの成績っていうのはですね、良かったんですけれども、それが軒並み今年はですね、指標としてはマイナス方向に振れていると。で、フォークに関しても、去年はですね、比較的打っている部類には入ったんですけれども、まあ、これも大きく判定してしまっている。なので、まあ、ストレートが打てないっていうところがあるので、多分スライダーであったりフォークっていうところも、同じように打てなくなってしまっているのかなというふうに思っています。まあ、これぐらいですね、まあ、ちょっとこう全般的な数値が悪化しているっていうところと、まあ、やっぱり一番気になるのはストレートですね。まあ、ここは打てなくなっていて、引っ張れなくなっていて、今は強い当たりも打てないと。で、ゴロだってフライっていうところが、非常に高くなっているっていうところでですね、まあ、大山選手の一番良かったところというのがですね、まあ、去年の良かったところが軒並み、悪くなっている、指標的に悪化しているっていうところが、如実にですね、ここら辺からもですね、見て取れるのかなというような感じです。で、次にですね、もう少し、深く突っ込んでいきたいんですけれども、じゃあ、大山選手自体のですね、スイングっていうところを見ていきたいなというふうに思ったんですけれども、ボールゾーンやったら振ってんじゃないかとか、ストライクゾーンあんまり振れてないんじゃないかっていうようなところだったんですけれども、まあ、この辺に関してはですね、大きな変化っていうのもないんですよね。まあ、去年ほぼほぼ同様で、まあ、ボールゾーンのストライク、スイング比率であったりとか、ストライクゾーンのスイング比率であったりとかっていうところはですね、まあ、そんなに大きな変化はないっていうところで、まあ、いわゆるこう選球眼に関わるところですね、まあ、そこの悪化っていうところはないので、まあ、ちょっとこう早いですけれども、年齢に伴う、まあ、動体視力の衰えとか、そういうところっていうのは感じられるような、成績の悪化っていうところは見て取れなかったのかなというふうに思いますね。まあ、コンタクト比率なんかもですね、まあ、ほぼほぼ去年と同じような成績になっていますので、まあ、このあたりは気にするところではないかなというふうに思うんです。で、ただですね、まあ、ファーストストライクですね、まあ、初球がですね、ストライクゾーンに来る割合っていうのも、実は今年大山選手大幅に上がっていまして、まあ、去年なんかですね、初球、ストライク比率っていうのは 43.9% ということで、まあ、まずは、ボールから入ってっていうような大山選手の攻められ方だったんですけれども、今年に関して言うとですね、51.2% ということで、まあ、初球からどんどんストライク、相手ピッチャーが取りに行ってるっていうことで、相手ピッチャーの攻め方がですね、まあ、大きく変わったんじゃないかなっていうふうに思っています。
で、まあ、初球ストライク比率がですね、まあ、こういった形で過去最高というふうになっていて、まあ、大山選手のですね、まあ、スイングした時の空振り率であったりとか、まあ、ストライクゾーンの見逃し率っていうところもですね、上昇しているんですよね。で、ストライクゾーンの見逃し率が上昇しているっていうところは、初球がストライクゾーンにどんどん投げられてきているっていうところでですね、まあ、そこに起因しているのかなというふうに思うんですけれども、今までですとですね、まあ、去年なんかフォアボール、まあ、かなり多かったっていうのも、初球はボールから入っている様子を見て、まあ、大山選手が有利なカウントの中でですね、まあ、打席の中で大山選手の雰囲気を作り上げていって、まあ、フォアボールを取れた。で、甘い球なんかが来ればしっかりと弾いてですね、ヒットにできたというところがあるんですけれども、まあ、そういう作戦、まあ、特に大山選手は去年、まあ、フォアボールをですね、まあ、かなり多く取って、で、まあ、大山選手のキャリアの中でもですね、まあ、高い、まあ、過去最高の出塁率を実現したというところがあるので、まあ、そこをちょっとこう見透かされてしまっているかなというような感じでですね、まあ、初球からどんどんストライクを投げられてきてしまっているような状況の中で、逆に今年はですね、カウントを不利にして、まあ、打たされているというようなイメージが非常に強いようなデータになっているんじゃないかなというふうにも思います。で、あとはですね、まあ、こういう打撃の不振が、守備の不振にですね、直結しているなというような数値もありまして、いわゆる UZR ですね。まあ、今年の成績と去年の成績でですね、まあ、UZR は積み上げていくものなので、まあ、単純に引き上げ、比較してしまうと良くないので、まあ、1000イニング換算した数字っていうところなんですけれども、UZR に関しても、去年はプラスの 8.6 度。まあ、一塁守備の重要さっていうところも去年、まあ、大山選手を見ているとですね、感じましたけれども、今年はですね、まあ、これが本当にまあ、そっくりそのまま反転するような形で、マイナスの 8.6 ということで、まあ、打撃の不振が守備の不振に影響しているというような成績も見て取れるような状況となってしまっています。まあ、こういった形でですね、まあ、大山選手のですね、データが軒並み悪化しているっていうところが非常に心配でして、まあ、その中でもですね、特にまとめていくと、まあ、ストレートにですね、まあ、今年は差し込まれていると、で、まあ、強い当たりが打てなくなっているっていうのが、まあ、大山選手の今年の成績の特徴となっていまして、で、あとはゾーン関係ですね、選球眼っていうところに関しては去年とさほど大きな変化はないというような形となっているので、まあ、いかにこれからですね、まあ、ストレートをしっかりと叩くことができるかっていうところを調整していかなければならないのかなというふうに思っていて、個人的にはちょっとやっぱりどこか怪我であったりとか、まあ、状態が良くないところあるんじゃないかなっていうふうにも、こういうところから見て推察しています。まあ、本当に、まあ、今年佐藤輝明選手もですね、今2軍ですし、大山選手もスタメンを外れてしまったということで、まあ、佐藤輝明選手、大山選手ありきのですね、まあ、チーム構成かなというふうにずっと思っているんですけれども、まあ、そこがあだとなってしまっていて、まあ、両方ともこけてしまった時に代役がいないっていう問題ですよね。まあ、去年なんかもまあドラフトで取ってですね、まあ、今年どうこうなるっていうわけではなかったと思うんですけれども、これから先も佐藤輝明選手、大山選手がですね、不調になってしまうと、まあ、点数が取れない打線になってしまうということは、事実だと思いますので、やっぱりドラフトであったりとかトレードでですね、まあ、こういう選手の、代わりになるような選手ですね、まあ、これクラスの選手をトレードで持ってこようということではなく、まあ、不振になった時に、出せるような選手というところをですね、育成であったりとか補充、まあ、する必要も、大いにあるんじゃないかなというふうにも思っていまして、今年のドラフトですね、まあ、ぜひ野手ドラフトにしたいなと、まあ、宗山選手であったりとか、まあ、西川選手、まあ、このあたりの獲得が必須なんじゃないのかなというふうに個人的には思っていますということで、ちょっと話をまとめさせていただきました。はい、まあ、今回はですね、大山考察ということで、まあ、今年の大山選手のですね、ちょっと細かい数値なんかをですね、今共有しながら、どこに不調の原因があるのかっていうのを紐解いていくというような内容となっております。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。